これって音聞こえますか？この Windows の音、YouTube の音って聞こえます？ HDMI で入ってってるんですけど、聞こえるかどうかが入ってないですか？するとですよ。設定で、いや、僕の声は聞こえてますよね。当然ね。このマイクの声は聞こえてますよね。はい。で、Windows のこの僕の YouTube の音は聞こえないってことですよね。でね、ちょっと、そうか。はい。無音。マイクは聞こえてますよね。Windows が無音なんですよね。これがね、ちょっとね、どうやればいいのかな、というですね。これ、はい。ことなんだよな。Windows の音を入れるにはどうしたらいいかっていうのはですね、ちょっと悩んでおりまして。はい。Windows の音は聞こえないですよね。僕の声だけですよね。はい。これをね、なんとかここから音を出したい。両方出したいんですよね。あ、江藤さん、こんばんは。はじめまして。よろしくお願いします。ちょっとですね、これはまたじゃあ、今後の課題ということで、はい。検討をさせていただきます。はい。はい。Windows の音を両方出すっていうのが難しいんだよな。どうしようかな。はい。もう Windows はね、今日はちょっと。そうなんですよ、ヤマトフさん。Windows はスイッチャーにつながっている HDMI で音声出力されてるんですよ。されてるんです。はい。ただ、されてるんですけど、スイッチャーの側が僕のマイクの音を入れてるんで、Windows の HDMI の音が入らないんですよね。それをどうするかっていうのをちょっと調べなきゃいけないなという感じなんですよ。HDMI でその、はい。ちょっとそこはややこしくて、で、スイッチャーはあくまでも、USB 接続で、ウェブカメラとして入力されているので、ちょっとね、そこがちょっと微妙な感じというか、はい、なんですね。それを調べないといけなくて、ちょっとそれをね、ちょっとこれから調べて、できれば両方の音を入れたいなということを考えてまして、そうすると、この Windows の画面で、例えば Teams で皆さんを招待してお話ししながら、ウェブ会議ができると。で、それを YouTube で流せると。あ、もちろん、Zoom とかで、そういうね、YouTube で流す機能を使えばできるんですけれども、Zoom とかで YouTube で流す機能を使うと、このカメラの切り替えできないじゃないですか。なので、どうしたもんかなということで、今ですね、非常にこう悩ましく、悩ましくというか、非常にこうね、どうしたもんかと、非常に考えているところなんですね。そうなんですよ。はい。あ、83人来ているときまして、まだ5分前ですけれども、はい。皆さん、よければ、グッドボタンを押していただけると嬉しいので、よろしくお願いします。はい。東京は今日はなんか、20日ぶりぐらいに雨が降りまして、非常に良かったなと思っております。そう、音も切り替わっちゃうんですよね。ヒデさん、こんばんは。音をただ両方入れるってやっぱり難しいですよね。リオさん、広島も昨日から雨ですか？東京もね、昨日の夜中かな？鈴木さん、こんばんは。朝起きたら雨がもうちょっとなんかこう降った跡がありまして、昼間はね、降ったりやんだりパラパラな感じでしたけど、まあちょっと乾燥しすぎてたんでね、降った方がいいなと思っておりました。なんか今日めちゃくちゃ暑くなるとか言ってた割には、そんなに暑くはならなかったですよね。トリメタルさん、こんばんは。はじめまして。よろしくお願いします。こんばんは。マキサムさん、こんばんは。いつもありがとうございます。あ、ヒデさん、伊勢志摩っていいとこに住んでらっしゃいますね。
まあ、住んでいらっしゃるのか旅行なのかはちょっと分かりませんけれども、いいとこですね。羨ましいですね。うん、僕はですね、東京のまあ大田区っていうとこから今やってるんですけどね。あ、ミシーマンさん、秋田あったかい。なんか、雪崩とかがね、危ないっていう話も聞きましたね。なんか今年は花粉が10倍ぐらいあるらしいじゃないですか。なので、僕医者行って花粉のね、薬を大量にもらい、ゾレアっていうですね、アレルギー対策的な注射、血液製剤なのかな、もしてきましたけど、2万円ぐらいかかりましたね。花粉もお金かかりますよね。リフィさん、こんばんは。いつもありがとうございます。なんか最近何かポチりましたか？ゼストさん、こんばんは。リフィさん、なんかポチりましたか？最近。今日はね、いくつかもの来てるんですけど、ちょっと発表前のものばかりで、残念ながらね、お見せできないんだよな。今日来てるものはな。それが残念ですよね。キムさん、こんばん、クンさんか。こんばんは。あ、車買ったんです。あ、サツキミさん、こんばんは。いつもありがとうございます。車買おう。リフィーさんもすごいな。車はでもポチったって感じじゃないですよね。車はね、契約しますからじっくり考えたって感じですよね。はい。いざ鎌倉さん。愛媛県伊予東部か。終日雨ですか。暖かいですか。なるほど。もうでも東京はね、本当にずっと雨が降らなかったんで、降ってよかったです。あ、Google アカウントさん、いつもロンドンから見ています。ありがとうございます。ユーグリーンの、ありがとうございます。一番好きな YouTuber、ありがとうございます。ユーグリーンの 60W、いいですね。ロンドンでも同じぐらいの値段で買えるんでしょうか。そう、C チャンネルさん、はい。VivoBook 15X ですね。オレット、いいですね。オレットいいですよね。りょうさん、ベースアースのバッテリーいいですよね。ベースアースもね、コスパ高いですよね。まあ、基本的には僕は、ダメダメのものは紹介しないっていうスタンスなんで、ヤマトフさん、テスラだとネットからポチるんじゃなかったでしたっけ？あ、そうです、そうです、多分。はい。りょうさん、ユーグリーンも買いました。基本的には僕は、いいと思ったものしか取り上げないスタンスなんで、点数辛口でも、実は僕の中ではもういいもの、なんですよ基本、まあ、たまにね1年のうちに3個とか4個、まあ、いまいちのものもちょっとレビューしてますけど、そういう場合は 40何点とかついちゃいますけどっていう感じなんですよね。りょうさん、何か買うときは戸田さんの動画を必ず改めてチェックします。ありがとうございます。ありがたいです。とってもありがたい。で今ね、僕的にはこの正月明けで、ね、ネタ切れなんですよ。野崎さんこんばんは。ネタ切れって言っても動画を作れないとかそういうわけじゃなくて、すごいなんかこういいものがっていうのがないんですよね。リフィさん、パーフェクト4という4カメのドラレコ買いました。あ、ドラレコね、いいっすよね。僕ドラレコにあんまりお金かけてないんだよな。キャットタームさん、こんばんは。安倍さん、こんばんは。武井誠さん、あれ、武井さんにはもうこんばん言いましたっけ。言ったか言いましたね。はい。ユーグリーン、デジネストプロ。ああ、いいですね。クリエイト5の USB4 株もいいですね。便利ですよね。安倍さん、欠かさず見てもありがとうございます。はい。20人になりましたので、はい。ユーグリーンの 65W 充電器は Amazon UK で日本円で5200。あ、そんな変わんないですね。そんな変わんないですね。日本も最近、為替がちょっとまた落ち着いてきたので、皆さんこれ朗報ですよね。今はパソコン高いと思うんですけど、下がりますよね、これね。為替後から来ますからね。だから今パソコン買うのか どうなのか、微妙なとこですけど、まあでもね、もう この先下がるの分かってるから、そんなに高くしないと思うんですけどね。うん。あ、モジュランドさん、こんばんは。最近思い切って Mac スタジオの吊るし、おお、いいですね。ともともさん、こんばんは。ヤマトフさん、円高やべえ。はい。円高やばいっすか？はい。タカさん、こんばんは。10分前開始なんですが、本番は、8時からなので、はい、という感じです。はい。そうですね。円高っていうか、円安すぎたんで、なんか調整って感じですかね。いや、でもまだ円高っていうことじゃなくないですか？ 110円とかぐらいだと、もう、さつきゆみさん、日経が悪い円高、もうあんまりね、まあ僕も日経たくさん書いてるので、あまり言えないですけど、日
計もその言うこともなんかあんまり僕はもう右往左往しない方がいいななんて思ってるんですよね。もう短期的なことあんまり気にしない方がいいかなと思いまして、森さんこんばんは。さて、で、134名の方、ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。さて、で、今日の本題なんですが、ちょっとね、今、僕、別のパソコンで、というか、こっちのパソコンで見ればいいのか。ちょっと待ってくださいね。ちょっとお待ちください。そうか、管理画面なんでダメですね。ちょっとね、僕のね、パソコンで今見ますけれども、今現在ですね、本当にたくさんの方に登録いただきました。ありがとうございます。感謝しております。あ、マジェスセブンさんかな。こんばんは。あ、ヤマトさん、いいね。ありがとうございます。ミスタさん、こんばんは。ライブ久々。ぜひゆっくりしていってください。オカデミさん、こんばんは。いつもありがとうございます。はい。なっちゃんねるさん、こんばんは。ミニ PC 購入しました。ありがとうございます。まあ、僕を礼言うというか、動画を見ていただいてありがとうございますっていうことですね。はい。で、大変たくさんの方に登録をしていただき、今、196,718人なんですよ。チャンネル登録の人数がですね。で、まあ、この調子というか、今まで通りのペースでいくと、おそらくですね、まあ、1ヶ月後とかわかんないんですけど、20日後か、40日後か、また、もちろんブレるので、まあ、でも間違いなく、2月の終わりには、そうなんです、ヤマトさん。20万人に、ひふみーさん、ありがとうございます。20万人に達すると思うんですよ。何か、突発的なことでもない限り。で、なぜか、僕のチャンネル登録って、毎日、少ない時で110人ぐらいとか、多い時だともう300人、400人、もう1000人以上の日もあるんですけどね。なぜか元旦だけ20人ってなって、みたいな。元旦だけでチャンネル登録の方20人しかいらっしゃらなくて、もう超びっくりして、このままダメになるかと思ったら、まあ、2日からね、復活したんですけど、元旦は常連さんばっかり来ていただいたって感じだったのかもしれないですね。はい。ということで、20万人耐久ライブはね、さつきみさん、ちょっとね、つまんないし、その、6時間とかかかっちゃったらどうなるかね、なんで、ちょっとね、それはね、やめようと思います。はい。まあ、やるかもしれませんが、それはメインじゃないので、何か20万人にやりたいこと、やってほしいこと、やったら良いことを皆さんと一緒に、今日はね、考えられないかなと思うんですよ。20万人目、ジャストの方、わかんないんですよ。増えたり減ったりするじゃないですか。なので、わかんないんですよね。堀さん、残念ながら。なので、何をやろうかと。もちろんね、これ1ヶ月で間に合わないことは、できませんけど、できることはやりたいなと思ってるんですけど、でね、例えば20万人記念で誰かと対談してよとか、そういうことをお求めになるようであれば、それはね、20万人達成した後でゆっくり、例えばどっかのメーカーの人と話してくださいとかいうのはできると思うんですよね。ヤマトフさん、耐久ライブ楽しいですよ。20万人達成したら急に皆さんチャンネル登録解除して20万人割ったり、それを繰り返したり。嫌な感じですね。ちょっとね。楽しいかなそれ。楽しいかな、ちょっと楽しくないような気がするな、うん。で、なんかね、ご要望はなんか皆さんないかなと。なんかいいアイデアないですかっていうね。ことをね、伺いたいのが今日の本題なんですよ。特典つけないっす、りょうさん。プレゼントはするつもりですけど、登録では特典はつけないっす。はい。鈴木さん、登録解除はしません。ありがとうございます。さつきゆみさん、なかなか難しい。難しいっすかね。プレゼントは結構考えていて、メンバーシップの方と、メンバーシップ以外の全員、メンバーシップを含む全員ですね。メンバーシップの方を含む全員と、メンバーシップだけのプレゼントを用意しようと思っています。20万人のね、いつも感謝しておりますので。はい。で、パソコンとか、結構ね、用意します。
20万円と絡めて何かするか、10万人の時に10万円分の Amazon ギフト券を実はプレゼントしたんですが、それがね、結局普段見ていただいてない方ばっかりになっちゃって、なんですよ。はい。ひふみさん、後ろに映ってるリュック、気になります。あ、リュックね、いっぱい。今日ね、ごめんなさい。僕の周りがね、むちゃくちゃ配線で、ちょっと後でもしできたら、はい。と思ってます。はい。結構ね、いいミニ PC とか貯めるって言い方がいいんですけど、20万人用にストックしてあるので、あとね、キーボードとか、充電器とか、あとその辺にいっぱいあるんですけど、まあ、結構、もろもろのね、プレゼントは、あ、鈴木さん、Amazon ギフト券聞きました。よかったです。ありがとうございます。もろもろのプレゼントは、まあ、用意してあるわけですよ。用意してあるわけですよ。で、それ以外に、なんかないかな、みたいな。本人に、何にも話してないんで、いけるかどうか分かんないんですけど、この間、秋にイベントやったんですね。リフィーさんとか来ていただいた。で、その時に司会に来ていただいた松島さんとか、また来ていただいて、なんか特別記念ライブ配信とかやりますかね。なんかどっかお店かなんかで。どうだろう。20万人記念パーティーみたいな。そのうちのメンバーとかも結構出てもらうような感じにして。あ、指原さんでいいのかな。HX99G 買っちゃいました。いいですね。もうね、販売始まりましたよね。ちょっと見てみましょうか。はい。ちょっと待ってくださいね。今ですね。話題が出たのでちょっと切り替えます。あ、はい、あれ間違えた。はい、これですね。そして私も端に登場という感じなんですけど、あれまだ99、あ、出てますね。ここにね、 HX80G と 90G と 99G で 99G 出てますね。 99G はいくらになりましたかね。一番上が 99G ですね。これで、まあ16の51で136,980円ですね。ちょっと高いかな。ちょっとね。記念トークライブみたいなもんね。そうです、そうです。リーフィーさん楽しそう。いいですかね。堀さん、まあサイン、本ね、新しいのが出るんで、その時はいいかなと思っていて。ヤマトさん、そうです、そうです。視聴者の方は配信で参加していただき、僕はどっかの会場でやろうかなと思ってるんですけど、三島さん、イベントはちょっと。さつきみさん、新曲、ダメです、ダメです。僕、歌ダメ。はい。そう、高弘さん、そう、居酒屋っぽいところからの配信なんですけど、僕はお酒飲まないので、ね、僕はお酒なしでって感じですけどね。はい。で、これ、99G も、もう、レビューいたします。もうね、多分、来週の、あ、今週、来週か、今日土曜日ですもんね。来週の半ばぐらいには届くんじゃないかなと思ってるんですけれども、はい。あとね、意外に、これ、皆さんご存知でした？これ、ここにね、大穴がいるんですよ、大穴が。これ知ってました？これ。いつの間にか UM450 っていうのが出ているんですよ。出てるんです。で、こいつがですね、16の512だと5万ポッキリなんですよ。で、Ryzen 5の 450U と。そう、これ新しいんですよ。そうなんです。で、16の512で税込みで5万830円。これ安いですよね。で、これね、32にしても、まあ、5万9000円。これ32にすれば、オフィスとかかなりいけちゃうと思うんですよね。で、これもね、同じぐらいに届くので、これもレビューしようと思っても、この UM シリーズが、もう何台あります？ここにだって3台でしょ？で、こっちも
3台でしょ。だから UM シリーズだけでもうなんと6台あるんですよね。どれ買えばいいのみたいな話を最近毎回してるんですけど、またしようかなと思っております。それでね、ちょっと iPad の面白い機能の生中継今日してみたいなと思って、こうやってね、iPad にも今つないでね、準備してるんですけど、切り替えてね、準備してるんですけど、どうでしょう、皆さん。iPad はね、ここにあるわけ、ここにあるわけですよ。このね、iPad。はい。で、こいつのね、ちょっとね、僕はね、知らなかった機能なんですけど、いつの間にか搭載されている機能があって、それをね、ちょっと生中継してみようかなと思ってるんですね。でもまあまあ、先に、記念のね、話をしましょうよ。なんかいいアイデアないっすか？20万人記念のアイデア。なんかいいアイデア出していただいて、そのアイデア採用された方にはなんかプレゼントみたいなの。ダメか。何人同じことをおっしゃるかわかんないですしね。別に先に行ったからいいってわけでもないですしね。ガジェット生レビューもいいんですけど、ただね、僕のスタンスとして、ガジェットのレビューってなんか生である必要ないような気がしていて、で、ちゃんと編集してミスとかないようにレビューした方がいいような気がするんですよね。開発チャンネルさん、S クラブでドライブ。没動画集か、ともともさん。ドライブは別に簡単にできますよね。簡単にできますよね。ただ走ればいいんですもんね。はい。ともともさん。没動画集か。没動画があんまりないんだよな。なっちゃんねるさん、コアな、過去の動画からクイズを出すと、コアなファンが増えるのチャンスですね。あ、プレゼントはね、このライブ配信に参加できた方だけにしようかなと思ってるんですよ。メンバーシップじゃないか方の全体プレゼントは。堀さん、スタッフの方々の紹介、スタッフね、顔出ししたくない人がいるんですけど、だそれを含めて、スタッフの紹介を含めて、なんかちょっとイベントっぽい、うちわイベントみたいなのをやって、放送しようかなと思ってんですよね。ヒロさん。戸田さんが電気屋さんに行って何か20万円分のか、そうなんですよね。ただね、20万円分の買い物しても面白くないと思うんだよな。竹井誠さん、スタッフの方も出演して、戸田さんレビューのレビューか、いいかもしれない。タカさん、富士通さんは夢のパソコンの影響があった。あ、それはね、もう聞いてます。はい。まあ、最後の方にね、イベントでやったんですよ、この間、それ。リーフィーさんとかご存知だと思うんですけど、20万円じゃね、ミニ PC 開発できない。それは無理っすよ。はい。夢のパソコンは、第2弾がだいぶ煮詰まってきたので、夢のパソコンじゃないんですけど、ああいうやつね、メーカーさんとのタイアップしたやつは、近々、なんか言えると思います。はい。マグロさん、YouTube チャンネルのロゴ制作コンペか。楽しいですね。ひふみーさん、私の編集した花火の動画の続きを教えてください。さつきゆみさん、懐かしの PC ガジェット発掘特番か。あ、そういえばね、多分なんですけど、まだ撮ってないんで言えない、あんまり言えないんですけど、IKEA に行くんですよ。OK が出て、IKEA でガジェット関係のツールを買うという取材っていうか買い物動画というか、やります。はい。はい。IKEA ね、いいガジェットツールがあるんですよ。さつきさん、IKEA ってそれ小IKEA じゃないんですから。家具屋さんですよ、有名な。はい。マギシスセブンさん、国産 PC メーカー社長インタビューか。社長より開発者の方が面白いかもしれないですね。さつきみさん、ああ、あれか、あれです。ニックネームさん、戸田さん、こんばんは。iPad しか持ってないものでして、パソコンのこといつもありがとうございます。今日 iPad のネタ、これからやろうかなと思ってます。はい。ふみきちさんかな。過去のノートパソコンの名機を当時の状況を交えて語ってほしいです。まあ、それはいいですね。それもやろうかな。でも、それだけだと、なんかちょっと、なんか振り返りっぽいので、なんか、ねえ。新しいこともやりたいなと思いますね。野崎さん、テレワークのデスク周りはほぼ IKEA 製品です。ラギーさん、20万円で作る PC 環境か。それもありだな。
なんか海外とかね、行ければね、例えば台湾のパソコンショップっていうか電気街があるんですよ、ビルなんですけどね。そこでまあ約20円分買い物してみましたみたいのも楽しそうですけど、ただね、売ってるもんあんま買わないですよ。買わないです。で、あの技的の問題とかもあるんで、買うもの限られるじゃないですか。なんですよね。ヒロさん、過去の名機良いですね。何かしらの形で見たいです。まあ、あんまりないんですけど、僕の事務所にあるものをお見せしてもいいですよね。ヤマトフさん、もう台湾行ってもいいと思うんですよね。はい。武井誠さん、ガジェット購入相談を事前に受け付けて、リアルタイム相談。そう、それもね、ちょっと考えていて、実はメンバーシップの方でやろうと。あ、関田ひろ子さん、こんばんは。よろしくお願いします。ちょっとやろうと思ってるんですけど、今、そのために、どうやって音声を出すのを、今ちょっとね、悩み中なんですよ。りょうさん、秋葉で爆買い。最近、秋葉っていうよりは、ヨドバシとかの方が、なんか爆買いっぽいですかね。爆買いっぽいですかね。なんかこう、グッとくるような。ロングテールさん、よろしくお願いします。あ、208名の方いらっしゃってます。ありがとうございます。ちょっと今日はいつもの常連さんが、若干少ないような気がしておりますので、新しく来ていただいた方、よろしくお願いします。いつもね、コメント、書かずにご覧いただいている方ももちろん大歓迎なんですが、今日は、ちょっと流れが遅いので、コメントゆっくり書いていただいても全然大歓迎なので、コメントね、この右側って、あ、僕の画面だけかもしれないけど、コメント書くのもね、結構楽しいと思うので、ぜひぜひ、慣れてない方も買ってみてください。はい。コメさん、秒速プレゼン術買いました。普通のプレゼン本です。ありがとうございます。ヤマトフさん、20万円でジャンク品爆買い。ジャンクか。ひふみさん、20万円の福袋。ヤマトフさん、僕だったらジャンク品を買うとしたら、もう多分シンクパッドしか買わないですよね。パーツがありますからね。ジローさん、こんばんは。ようこそお越しくださいました。そうなんですよね。20万円にこだわんなくても別にいいような気がするんですけど、なんか、オリジナルの何かを作れないかな。でも、ちょっと時期的には間に合わないですよね。時期的には間に合わないけど、なんか、商品の販売もね、間もなくガジェットバリアも始まりますしね。なんか商品をやってもな、つまんないよな。なんか、20万人記念で20点のものばっかり集めるっていうのはどうです?ひどい。ひどいものを10個ぐらいレビューして全部20点みたいな。メーカーさんかわいそうっすよね。かわいそうっすよね。はい。コンナンさん、バーチャルで顔出しダメなスタッフ含めてパーティーしてください。ヤマトフさん、オリジナルの何か。そう、パーティーはとりあえずやるかな。桜井さん、はい。100点満点中20点のものだけ集めるみたいな。本当に。メーカーに悪い。三島さん、プレゼントはします。はい。点数が20点かどうかわかんないんですけど、もっとね、多くなるかもしれませんが、プレゼントはします。山田太郎さん。あ、UM690 買われた。いいですね。64、すごいですね。それなら相当いけますね。新井博美さん、いつもありがとうございます。戸田さ、新井さんのこのアイコンの黄色いのって何の絵なんでしょうかね。戸田悟の一日の動画か、昔なんか BS のテレビでそれやったことありますね。僕のとこ取材来ていただいて。それをやるかな。でもずっと机に座って原稿書いてる日じゃつまんないですしね。ヤマトフさん、20点のものを配信しないっす。最低でも45とか6とか、バルミューダフォンとか。はい。武井誠さん、エースースの広報さんとか呼んで、目の前で忖度なしレビュー。まあ、忖度はなしでレビューしてて、昔目の前でずっとやってたんで、多分ね、メーカーの方も慣れてるんですよね。ロングテールさん、電子タブレット端末を拝見しましたが、もうちょっと物足りない。それは今日の動画ってことですかね。はい。さつきみさん、20万人記念で評価100点ステッカー制作。ステッカー簡単に作れますよね。前ね、ステッカー作ったんですよ。作って、ご存知の方もいらっしゃると、あれ、どこにあったかな。でね、あ、ここにある。
こういうね、あ、こっちで見せますよね。せっかくだからね。こういうね、55点のステッカーを作ったわけですよ。はい。で、このステッカープレゼントしますって言ったら、全然応募がなくて、余っちゃったんで、もうステッカーはやめようかなと思っております。はい。あ、55点っていうのは、特に意味はないんです。55みたいな。大和さん、応募ありがとうございます。もうね、かなり余ってしまいました。伊坂枕さん、今時20点のスマホありますよ、ありますよ、あります。言わないだけで。はい。そそちゃん、そそさん、チャンネル登録してから多分初めてコメント書きます。こんばんは。どんどんちんぷんか、なぜかなぜか、ありがとうございます。見ていただいているうちに、だいぶ分かってくるような気がします。はい。分かりやすいのもあるので、ぜひぜひ。じゃあね、ちょっと、ここでね、ここで、ステッカープレゼントはね、またちょっとじゃあ考えますっていうか、余ってるんで、プレゼントできますから。でね、ちょっと皆さん、これからコメント拾えなくなります。書いていただくのは大歓迎ですけど、拾えなくなります。でね、iPad の、ちょっとね、つらつらといろいろ機能を見ていたら、ちょっと感動してしまい、ちょっとね、皆さんにぜひお伝えしなければと思ってですね、たまにちょっとライブでやってみようかなということで、ちょっとね、ここでやってみますね。失敗するかもしれませんが、まあ失敗したのね、それはもうご容赦ください。はい。ですね。今ね、ここに iPad あります。この iPad と Apple Pencil で、これからやっていきますよ。はい。やっていきます。はい。iPad の画面になりました。あ、ちょっとね、一回切り替えます。ちょっとメモとかね、見えちゃうといけないのがあるんで。はい。あ、大丈夫だな。はい。で、はい。はい。皆さん iPad 見えてますか？見えてますよね。そう。遊んでください。iPad Pro はこれ 12.9 の最新のモデルです。はい。はい。見えてますね。はい。では、これでね、ちょっと、説明していきたいんですけど、これね、スクリブルって皆さんご存知ですよね。これね。こうやっとほら、テキスト。ちょっとこれが、場所が悪いか。こうやっとテキストになって、もうこれ iPad でしかこんなすごいことできないみたいなところですよね。で、これね、ぐしゃっていうところが消えたり、ボースとね、スペースが入れられたり、こんなね、すごい便利な機能が。搭載されたじゃないですか。ね。で、これ、こんなのをね、使いながら、ちょっとね、いろいろとね、遊んでるというか、操作してたわけですよ。でね、ご存知の方もね、いらっしゃるかもしれないんですけど、僕は知らなかったんですけどね、これね、そう。ちょっとね、これね、テキストを、テキストになるのかな、ちょっと待ってくださいね。うん。テキストを入力するエリアを長押しすると、ここにね、なんか、このマーク。このなんか縦3本みたいなマーク。スペース、選択、すべてを選択。描画を挿入、ちょっとね、僕ね、逆から読んでるんで、すみません、遅くなっちゃって。で、その横にあるマークってご存知でした？あ、コメントはね、見えてますよ。コメント返せなくなるだけ。作業があるので、コメント返せなくなるだけで、コメントは見えてますよ。このボタン、皆さん知ってました？このフォーマットの手前にある、フォーマットと描画を挿入の間にある四角いマークって、そう。それ、テキスト認識。これね、もう知ってました？これがね、ちょっとびっくりで、これね、何でもいいんで、これちょっと、歯磨き粉。歯磨き粉ですよ、これ。なんかわかんないけど。橋田さんでもらってきた歯磨き粉のサンプル。これをね、ちょっとここで、テキスト認識タップすると、こういうの出てくるんですよ。でここのカメラの前に、そのね、歯磨き粉を、
持ってきて、はい、これでね、ほら、もう入っちゃうって、これなんか、すごくないですか？あ、サルタマさん、いつもありがとうございます。こんばんは。そう、iPhone でもできますよね。すごい便利じゃないですか、これ。いや、知ってると、なんてことないんですけど、っていうか、すごくないですか？便利じゃないですか。僕は、すごい便利だなっていうか、アップルすげえな。アップルすごいなって思ったんですけど、どうです？知ってました？これ結構最近ですよね、この機能ね。これは、こうやって文字入力状態でできるのはアップルしかないかなと思います。うん、まあ、ご存知の方は見てもへえかもしれないんですけど、結構便利ですよね。そう、最近ですよね、これね。そう、アプリ内でできるんですよ。だから、いろんなアプリで使えるんですよ。例えばね、ちょっと待ってくださいね。そう、でもね、使えないアプリもあるんですよね。ワードとか確かダメですよね。あの、ページズとかはいけると思うんですけどね。あ、さっちゃんさん、こんばんは。いつもありがとうございます。はい。でね、まあ、そんなの紹介するついでに、ちょっと、僕の好きなアプリも、これね、前、レビューもしてると思うんですけど、ちょっと取り上げ、あの、ご紹介しますね。ちょっとこれ。はい。これ、ネボっていうアプリで、まあ、これ定番なんですけど、これもね、新規文章作成。で、これ今、ダークモードになっちゃってるんですけど、ちょっとこれ。ここで、例えば、もう、これ上にテキストになってるの分かります？で、もうこれでもうテキストになっちゃうっていう。はい。で、さらに、これもね、さっきみたいなこういうこともできるんですけど、ね、こういうこともできるんですけど、これがね、このアプリがすごいのはこれなんですよ。あれ？あ、これちょっとね、ダメだな。こっちでやろうかな。あれ、ちょっと待ってくださいね。これでいけるかな。はい。こうやって。すごくないですか？便利じゃないですか？で、できたやつを選択したら、こうやってもう、動いて、こいつを、こうやって、手書きでオートシェイプ、はい、そうです。どうでしょう。便利だなぁと、とっても思ってるわけでございます。で、ここで、まあ、文字はね、こういうふうにテキストで入れて、これで変換してあげると、まあ、こうやってテキストで入るので、それで、このね、枠の大きさを変えてあげれば、もうなんか、良すぎません？これはね、ネボっていうアプリ。まあ、ちょっと有料なんですけどね。はい。なかなか便利かなと
思っております。はい。的ななんかちょっとね、今日はアプリ紹介を。はい、ネボです、ネボです。はい。ちょっと待ってくださいね。これです。これです。アプリは。ちょっと顔出しもしてみようかな。はい。このアプリですね。ネボ。はい、最初ね、これ無料だったんですけど、今はフルパック1500円とかね。こんな感じですけれども。はい。Android にも使えると思うんですけど、確か。Android でも使えるんですが、ペンがね、やっぱりちょっとダメなんですよね。ちょっとね。あ、メガネ、徳さん、メガネ改めていい感じ。ありがとうございます。はい。はい。Android はね、ペンが良ければいいんですけどね。Android タブレットにもあると思うので、あれ、さつきみさんが今見てくださったのかな？見てくださったのかな？ありました。ちょっとね、Android タブレットが今あるんですけど、バッテリーが切れちゃって、もうね、こうタブレットのバッテリーがすぐ切れる問題ってありません？僕だけですかね。タブレットのバッテリーがすぐ切れる問題。あ、Google Play にありました。あ、よかったです。ペンがね、あれば、あの、専用のペンが付いてるモデルだったら、それなりに使いやすいかなと思うんですけどね。そこですよね。うん。あ、230人の方、ありがとうございます。そう考えると、1月の2日が、一番今の今年は人数が、ご参加人数多かったですね。300人超えてましたもんね。ヤマトフさん、そうなんですよ。複数のガジェットっていうか、もう山のようにあるじゃないですか。スマホもここにね、ここにいっぱいあるじゃないですか。ここにね、スマホもね、15台ぐらいとかあるんですよ。コメさん、フィモーラ12。はい、フィモーラ12とってもいいですよね。明日かね、月曜ぐらいかな、レビューアップします。そうなんですよ。黒巻きなしで背景消せます。はい。で、10台とかあると、15台とかスマホだけでもあって、タブレットでもいっぱいあるですよね。で、使おうと思った時に電池がなくなるから、電源切っとくじゃないですか。と、電源入れた時に、あれなんですよね。アップデートになっちゃって、みたいなことがよくあるんですよね。ほんと困っちゃいますね。野崎さん、今時点で使い物になる Android タブレットっていうのに難しいですね。普通に動画見るだけだったら結構何でもいいんですけど、ペンがね、あんまりいいのがないんですよね。ペン入力がね、iPad に負けちゃうんですよね。で、iPad に匹敵するやつは結構高いので、iPad 買っちゃった方がいいみたいな世界になっちゃって。オーブさん、質問。ネボの紹介ありがとうございます。ネボは Windows でも利用可能でしょうか？Windows のストアにあります？あ、さつきみさんありがとうございます。先回りして調べていただきありがとうございます。はい。1150円ですか？はい。そうなんですよ。ただ Windows もペンがね、良くないと使えないんですよね。Surface とかだったらある程度いけるかなって感じですね。高弘さん、タブレットのバッテリー使いたいときに、それです。その問題です。iPad だけでね、僕、4台。Android タブレットも6台ぐらいあって、Android スマートフォンが多分15台以上あって、さらに iPhone もあるじゃないですか。全部で稼働している Windows 以外で多分30台以上は間違いなくあるんですよね。あ、ごめんなさい。なので、もう充電との管理が大変で困っちゃうんですよね。武井誠さん、iPad mini は1日持たない。使わなければ持ちますけどね。使うと持たないですよね。はい。
ロングテールさん、戸田さんの一番気になるものは何ですか？自分はバッテリーの持ちがもう少し。一番気になるものか。一番気になる機能とかってことですよね。やっぱり僕はペンは結構気にしますかね。はい。ピモーションさん、充電器に差しっぱでもいいんですが、30個の充電器差しっぱって怖くないですか？30個を充電器差しっぱって、まあまあできるんですけどね。ちょっとね、怖いなと。はい。開発チャンネルさん、結局 iPad よりコスパいいタブレットはないんですよ。そうなんです。そこなんです。ただ、動画見るだけだったらありますよね。いっぱいね。iPad よりね、コスパ高いのね。木下敦夫さん、使わなくなったらどうやって処分するんですか？ダメになったものは捨てますし、壊れたものも捨てますし、あとはスタッフの皆さんに差し上げたり、皆さんにプレゼントで差し上げたり、友人にプレゼントで差し上げたり、まあ家族が使ったり、みたいな感じですね。アンチさん、iPad Pro で Excel 動画はアップしてあります。すでに。ぜひご覧ください。チャンネル内検索で。はい。iPad で Excel を使うみたいな動画をアップしてあるので。はい。野崎さん、結局 iPad に落ち着くのはタブレット。そうなんですよね。ピモーションさん、ですね、学校とかってあるじゃないですか。30代とか40代とかタブレット、生徒1台で。そうすると、こういう棚があって、棚にね、タブレットを並べて、全部充電できるみたいなやつが、あるんですよ。そういうのは、まあちょっといいかなと思いますけど、そうじゃないと30台を床かどっかに置いて全部ケーブルつなげとくってちょっと厳しくないですか？厳しいですよね。やっぱりそういうの買わなきゃダメかなと思っております。あ、レディオさんこんばんは。やっと聞き始めました。ありがとうございます。あ、今日もね、250人の方来ていただきました。ありがとうございます。皆さん、よければグッドボタンお願いします。そうすると、なんか Google のアナリティクスじゃなくてなんか分析でおすすめに出てくるかなと思うので、はい、ちょっとでもね、はい。さつきみさん、10連クレイドルがあるといいですけど、本当ですよね。サルタマさん、タブレットに、そうなんですよ。タブレットをスタンドに立てとくと、ワイヤレス充電してくれるといいですよね。ゆのたかさん、おすすめのスタイラスペンありますか？スタイラスっていうのは iPad 用でしょうか？ヤマトさん、30代、そう、床置き現実的じゃないんですよ。でね、意外に、このタブレットをこう縦に置いてさせる、ものって意外にないんですよね。タミヤの、あ、それね、これね、気づいちゃいました？これでしょ？これね、今までなかったんですが、これね、鎌田さん、遅れました。おめでとうございます。ありがとうございます。本年もよろしくお願いします。充電ステーションね、買わないとですよね。これね、ミニ四駆なんですけど、これがね、僕のね、宝物なんですよ。何っていう話でしょ？ちょっとね、今お見せしますね。これわかります？これ。これ。そう。サイン入りなんですよ。これをデザインしたネズさんっていう超有名なデザイナーが、ラボットあるじゃないですか。ラボットのデザインもしてる方、ネズさんっていうすごい有名なデザイナーの方がいらっしゃって、はい。で、その方が直接昨日もらっていただいたんですよ。おとといか、いただいたんですよ。ちょっと取材に行って。前からね、知り合いでちょっと仲良くしていただいてるんですけど、あ、マタラニさん、ありがとうございます。ヤマトフさん、JCJC タイム、いや、よくわかりません。そういうミニ四駆に詳しくないんで、ちょっとね、動かしたりするのは好きですけどね。はい。iPad は第何世代以上を買えば、Apple Pencil、今売ってる iPad は全部使えます。第9世代も使えます。コメさん、学校のパソコンを使われたセレロン N4000 は遅いですよね。やっぱ遅いですよね。ブラウザ見るだけぐらいだったらいいかな。木下さん、そうなんですよ。なので、これは大事にね。あとね、サーモスも、その方デザインしていて、サイン入りのサーモスもね、いただいてきました。そう、ネズさんですね。そうです、そうです、ネズさんです。
充電ステーションといえば3、そうですね、サンワサプライさんとかですね。ただ充電ステーションといってもね、充電遅いんですよね。開発チャンネルさん、スマホより性能低いタブレットは厳しいですね。まあそうなんですが、基本チップが一緒なんで、Android なんかはスマホの方が性能高いですよ。ほぼ。だって、Gen 1とか積んでる、ないですもんね。あ、メガネ、ありがとうございます。スナドラ8の Gen 1とか積んでるタブレットあったかな？あっても1台とかぐらいですよね。Windows タブレットが全然増えないので売れないからだと思うんですよね。なんかね、僕最近ちょっとハマっていて炭酸水飲んでるんですね。ゲップが出そうになって、この時すいません、汚い話って。配信に向かないですね、これね。ミニ四駆遊べないんですよ。だから、サインなしを買って、それで遊ぼうかなと思ってます。これ遊べないですよね。だから、サインなしをね、Amazon でこれからポチります。明日か明後日か。さて、じゃあそろそろちょっとね、話を戻したいなと思っておりまして、20万人記念。何します？何します？サイン付きね、組み立てられないです、山本さん。さつきみさん、突然20万円分のコースを作ってミニ四駆大会ってなさつきさん、なんかいつも、こうなんか座布団狙ってます？もう、真面目にやってます。はい。なんか、その、ひふみさん、あ、Mac の整備済み製品安いですか？あ、チェックしてませんでした。見てみます。さっき言った、その、イベントみたいなやつに、なんか、抽選で2人ぐらいご招待して、なんかやります？古田さん、釣り大会が、そのね、釣り大会もいいんですけど、もう、すごい自分で言うのも変ですけど、プロすぎて僕が面白くないと思います。ニッチすぎて、やってることが。うん。リフィーさん、20万円焼肉。いやいや、その焼肉でも居酒屋でもなんでもいいんですけど、お店を借りて、人を松島さんとか呼んで司会していただいて、で、その20年記念配信に、視聴者の方も、何人か来ていただくみたいな。どうですかね。ロングテールさん、戸田さんの持ち物グッズ欲しいです。僕のね、グッズは結構プレゼントしておりますので、はい。20万人でもね、プレゼントしたいと思っております。カイさん、僕、ヘラブナツリの雑誌にもう30年ぐらい連載してるんですよね。はい。もともと作家なんで、何かしてると結構連載になっちゃったりして、みたいな感じなんですよね。木下敦夫さん、タブレットください。タブレットも抽選でそのうち出てくると思います。さつきゆみさん、濃い視聴者の、そうそう、濃い視聴者の方が来てくれると面白いですよね。大間さん、ガジェット系のライターさん、対談はね、しました。ちょっと前に。それもいいですよね、でもね。野崎さん、ライティング講座ってだってガジェット系なんで、ライティングに興味ない方多いですよね。ひふみさん、パーティーやるとしたらやっぱり東京になります。マグロさん、釣り動画を見てみたい。そのうちセカンドチャンネルでちょっと出しますかね、釣り動画ね。ヒロさん、そうです、そうです。船に始まり、船に終わるんです。学校からの配信ね。それもありですね。リフィーさん、恋っていうのは釣りの話でしたっけ？もう本当にニッチすぎて、すごいっすよ。もう、普通の人がやったら多分、1日やって10匹とか釣れるかどうかっていう世界で100匹以上とか釣っちゃう。みんなですよ。僕以外もね。そのプロっぽい人たちは。そういう世界なんで、真夏なんてね、1日で200枚とか300枚とか釣っちゃうんですよ。多い時は。だからもう休んでる暇なんかないような世界。で、競技なんですよ。だから魚との戦いじゃなくて人との戦いなんですよね。そういうニッチな世界があるんですよ。もうほぼ漁師っていうか、釣り竿もね、1本50万円の竹竿みたいなのがね、あったりするわけですよ。はい。ガジェット系で恋人向けに特化した講座も他にない気がしまして。そうですよね。うん。ヤマトフさん、50万円の竿？
すごいっすよ。50万円の竿とかありますよ。僕もちょっと別の部屋に置いてありますけど。はい。ビンゴ大会か。ビンゴ大会って、そうか、同じアプリを入れてもらってやるって感じですかね。オーブさん。釣りガジェットのレビュー。ピモーションさん。いや、20万人記念で釣りガジェットのレビューはないっすよね、ちょっとね。はい。リフィーさん、釣り道具の名前がすごくて何気にネタになりますよね。まあ、本当ですよね。あ、オーブさん、ビンゴ、そうですよね。アプリ入れてみんなでやるっていうことですよね。ヘラブナ釣りチャンネルありますよ、リオさん。ちょっと僕は、知り合いが結構やったりするんですけど、時間がなくてね、あんまり関われてないですけど、さつきえみさん、いや、電動リールとかじゃないっすよ。もっと和の世界なんで、漆塗りの、みたいな、そんな感じの方向ですよ。うん、まあ、それ、だからあれですね、なんかイベントをやって、配信をしつつ、みたいな感じですかね。釣り竿なんか見たいっすか？暇つぶしサービス、ひつまぶし。ひつまぶしもいいかもしれないね。好きです。はい。ベンツに練り餌積みます。練り餌っていうか粉ですけどね、積む段階ではね。釣りチャンネル解説ないです。そう、ヘラブナ釣りの竿は工芸品の世界です。本当に、本当です。ロングテールさん、ありがとうございます。おやすみなさい。オリジナルグッズか。あ、春彦さん、ライゼン5いいですね。ヤマトフさん、ひつまぶし美味しいですよね。ひふみーさん、暇つぶしサービスまとめ。最後、1番をめくりました。あ、そういえば、全然話変わるんですけど、めくったで今、急に思いついたんです。思いついたっていうか、そういえばね、この話しようと思って忘れてたんですけど、僕ね、あ、日清フィッシーさん、いつもありがとうございます。こんばんは。待ってました。はい。僕ね、あれ引いたんですよ。おみくじ。でね、16回連続大吉だったんですよ、僕今まで。16回連続大吉。すごくないですか？で、今年引いたら17回連続のはずなのに、ガク、小吉っていうね。そんな、今年はおみくじでした。ピュアさん、こんばんは。いつもありがとうございます。さつきみさん、そうなんですよ。強運すぎて自分でもびっくりしたんですが、なぜか今年はもう小吉、ガク、みたいな。どこのを引いたんですか？目黒不動尊っていうところかな。はい。ミッシーマンさん、残念。はい、残念ですね。イベント配信釣り、ガジェット的に釣りを説明、戸田悟る釣りチャンネルへの誘導、あれ？ない、ない、ないですね。もうこれ以上、チャンネル増やしたら死にます。うん。ようさん、超久々に大吉。大吉いいっすよね。大吉出ると思ったんですけど、おみくじで運使いすぎ？確かにね。宝くじとか当たったことないですもんね。宝くじで 10万円ぐらい、あ、台湾で宝くじの話しましたっけ？あ、ごめんなさい。クーさん、先日ライブで27インチモニターは、失礼。4K の方がいいと伺い、動画で紹介ありました。イノシン製の27インチ 4K モニターを購入しました。写真が綺麗です。そうそうそう。イノシンのね、モニターも今僕目の前に作ってます、使ってますけど、これコスパすごくいいですよね。全然綺麗ですよね。うん。いざ鎌倉さん、ありがとうございます。もうね、1時間経ってますもんね。前にも増した肌ツヤ良いですか？あんまり変わってないと思うんですけど。二等の組み違いです。あ、それでね、台湾に行くと、台湾で皆さんご存知ですか？宝くじがスクラッチしかないんですよ。知ってました？でね、こんなでっかい A4 ぐらいのスクラッチがあって、1枚で3000円ぐらいするんですよ。でね、それをこう削っていくんですよ。1枚3000円ですよ。でもでっかいから削る場所がいっぱいあって、でもね、分かるやつもあるんですよ。丸が並べばいいとか、なんか麻雀牌が揃えばいいみたいなのは分かるんですけど、よく分からない中国語のやつもあって、何でもいいからね、A4 のサイズのね、やつを必死に削るじゃないですか。でも日本のと一緒で端っこの方にバーコードがあって、そこ削って、お店の人がピーッつって分かっちゃうんですけど、その宝くじ売り場ではね。でも屋台みたいなところで売ってるのはちゃんとね、こうチェックしてお金くれるんですけど、
僕ね、何年も、7、8年前かな、20万円ぐらい当たっちゃったんですよ。台湾の宝くじで。でね、なんかね、今違うのかもしれない。なんかね、銀行口座がないと換金できないんだったかな。で、ああと思ってたら、台湾の優しい人が来て、俺が換金してやるよ、みたいな。へえと思って。でも、どうせ、ね、使えないんだったら、換金できないんだったら、騙されてもいいやと思って、換金してもらったんですよ。その人に。お兄さんに。30代ぐらいかな。そしたら、ちゃんと換金してくれて、自分の金、当たったことにしてくれて、自分の銀行口座に入れてくれて、お金くれたんで、いや、それもう俺しますって言って、こう、なんか2割ぐらい渡そうとしたんですけど、ガンとして受け取らないんで、じゃあなんか美味しいもの食べに行きましょうって言って、2人でね、超高級フカヒレを食べに行きました。なんて話を思い出しました。台湾の人優しい人多いですよね。あ、生活動画チャンネルさん、いつもありがとうございます。こんばんは。でも、台湾で行くたんびに、その宝くじを3000円ぐらいずつスクラッチを買ってるんですけど、もう30回ぐらい行ったかな。2回当たりました。20万円が1回と、あと1回はね、1万9000円ぐらいだったかな。2万円か、切るすぐらい当たりました。りょうさん、いやいや、そんなことない。さすがに僕も金額丸は分かりますから、20万円でした。はい。野崎さん、台湾の人本当優しいですよね。傘とかね、みんなもらったって言いますもんね。本当に傘くれますよね、困ってるとね。まあ、雨が多いからっていうのもあると思うんですけど、本当優しい人が多いですよね。うん。そうそう、そうなんですよ。そんなね、ことがありました。さつきゆみさん、下一桁当たりますよって、10枚買えば必ず1枚当たるやつ。なんかね、この間、ヤフーニュースに出てたんですけど、あの人、ミルクボーイの人かな？なんかジャンボ宝くじ買ったら、なんか00000、なんかわかんないですけど、だったらしいっすよ。そう、絶対当たんないっすよね。そんなんね、確率は一緒かもしれないですけど。ひふみさん、台湾日本語結構通じます。英語と日本語で、だいたい OK です。中国語もちょっとだけ僕勉強してたんで、ほんとちょびっとだけ、あれですけど、なくても全然大丈夫ですよ。優しいから大丈夫ですよね。あとね、Google 翻訳は本当に頭いいんで、世界中どこ行っても、スマホの Google 翻訳で行けちゃいます。情報は通じます。向こうの人が親切心があれば全然 OK ですよね。Google 翻訳もだってやってくれますからね、向こうの人が。りょうさん、ゾロ目だと当たる気がしない。ほんとしないですよね。1515150とかだって当たる気しないですもんね、うん。台湾の防衛産業は取材できないですよ、森谷さん。それは無理ですよ。はい。お、今日も260人ね、来ていただきありがとうございます。あと今9時でしょ？ 9時半ぐらいまでしますかね。うん、はい。20万人記念がね、ちょっと、なんかいい案がなかなか出てこないですね。TSMC が熊本に来たのは万が、いや、ジャックさん、こんばんは。ジャックさん、あれでも、プロセスルールが、22ナノメーターぐらいのやつみたいですよね。あそこで作るの、熊本で作るの。だから最先端じゃないですよね。TSMC 取材してもなんだか分かんないと思います。結局、半導体製造ってなんか見たことあるんですけど、入れないんですよね、なかなかね。20万人記念刻印に iPad プレゼントはどうでしょうか。刻印入りか。いらなくないですか。ただの iPad の方が良くないですか。ジャックさん、そうなんですよ。ただ、その辺が結構、車とか家電とかによく使われる。そうそう、ヤマトフさん。いや、どの世代だったかちょっと僕も急に出てこないですけど、パソコンで言うとだいぶ前なんですけど、家電とかによく使われてるんですよね、車とかね。だからニーズはいっぱいあるんでしょうね。うん。米さん、ウーバーイーツ高い。ジャックさん、そうそう。今パソコンよりも他のものの方が、パソコンも CPU は、すごい、プロセスルールね、細いので作ってますけど、周りの半導体はやっぱ違うじゃないですか。だからいるんですよね、その辺がね。うん。ニーズが高いんですよ。そうなんです。うん。やっぱりなんかあれですかね、イベントをやって、生中継して、
皆さんにも画面上で参加していただく形にしますかね。20万人記念配信で。100人ぐらいの方しか見てないとちょっとがっかりしちゃいますけど。まあ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 って感じですかね。そうしようかな。大画面のプロジェクターとか持ち込んでやりますかね。お店にね。ジャックさん、もう一つ日本に工場を作るって言ってました。あ、そうなんですね。開発チャンネルさん、20万円で PC、スマホ、タブレット揃える。視聴者参加型ゲームで、ゲームライブ配信ってどういうことやるんですか、さつきみさん。20万人記念で普通にライブで20人に Uber Eats ご馳走ってできるんですか？ Uber Eats ね、僕使ったことないんですよ。リフィーさん、コメントも盛り込むことは、できますよね。ここにね、出すのは、もちろんできます。20万人ライブだったらそういうことやりたいですよね。うん。さつきみさん、UNO とか人狼とかって視聴者参加って200人の方とか見ていただいたら無理じゃないですか。堀さん、そうです。20万人ライブは、まあ、わかんないですけど、金曜か土曜か日曜かだと思います。りょうさん、視聴者参加型ビンゴはさっきね、お話しいただいたように、アプリを入れればみんなでできるっていう話ですよね。ゲームはね、ちょっと厳しそうな気がするんだよな。ヤマトフさん、フルガイズなら60人、全然足りないですね。今日もね、254人の方今来ていただきありがとうございます。200人はフォールガイズっていうんですか？フォールガイズ。はい。200人なら最低でもいけないと全員は参加できないんじゃないですか。ね。タカさん、普通の YouTuber みたいなのみんな見たいのかって、普通の YouTuber が僕分かってないんですけど、あまり見てなくて、特にその記念ライブとか見てないんですけど、ライブで宴会っていうか、だからその20万人記念パーティーをやるのをライブで中継して皆さんにも見てもらうっていう手にしますかね。いろんなゲストの人を呼んで。で、そこでそのゲストの人に皆さんからの質問を集うみたいな感じとか、どうです？結構3時間ぐらいとかやったりして、生活動画チャンネルさん、コロナがまた増えている今日ね、なんか東京の減ってきましてね。ヒューミーさん、どんなゲストが来ますか？あ、まだね、わかんないですけど、パソコンメーカーの方とか、タレントさんとか有名人の方とかにお願いして来てくださいって言って来てもらう。ヤマトフさん、でも皆さんの質問を受けるとなると3時間ぐらいやった方がいいような気がするんですよね。だって僕が喋っても1時間半ぐらいこうやってなんか喋っちゃうじゃないですか。リオさん、スタッフが暴露する戸田悟の意外な一面、意外な一面あんまり知らないと思いますよ。うん、ブラウンさん、どっちにしろ辛口であってほしい。はい、ありがとうございます。ただライブのイベントをやったら辛口っていうわけにもいかないっていうか、あんまり辛口がねできないっていうか、あれなんですけど、メーカーの方とかも呼んで20万人記念のパーティーをやるかな。まあでもどっちにしろそこは20万人過ぎてからでいいっすよね。だっていつだか分かんないから段取り組めないですもんね、ちょうどはね。20万人記念はだからとりあえず、普通のライブ配信をこうやってさせていただいて、そこで発表してイベントをやるみたいな形にしましょうかね。ライブイベントでゲストを呼んでトークしつつ、投資で参加した向けにプレゼントとかは、まるまる万人登録イベントで見かける感じですね。それは面白くないですか？つまんないですかね。カッチャンネルさん、こんばんは、こんばんは。
デルのハブモニターを買って、MacBook で有線 LAN クラムシェルモードで使いました。最高です。ああ、いいですね。大画面やっぱりいいですよね。りょうさん、20点の製品を、いやいや、20点の製品を作った人来ないでしょう。木下敦夫さん、僕得意なゲームないんですよね。下手すぎて、なんなら釣りが得意みたいな。大和さん、ありがとうございます。おやすみなさい。EB2F27 さん、ミニスフォーラム最高です。ありがとうございます。ありがとうございます。大和さん、またぜひ来てください。ありがとうございます。なんかありきたりなのかな？イベントじゃあ、乾杯みたいな。ありきたりかな。でも、そこのゲストが、ちょっとガジェット系のプロの人だったらいいかなと思うんですよね。山根さん、はじめまして、こんばんは。明日早いので、あ、消えちゃった。ぜひ見てください。タカさん、動画の再生ランキングと点数の比較は、そうですね。それなんか来年の正月とかにやろうかな。コストさん、いつもありがとうございます。戸田さんの意外な一面、お料理配信、僕料理作れないんですよね。森谷さん、ぶっちゃけ戸田さんと会いたいですか皆さん。それ会いたくないって言いづらくないですか言いづらくないですか。スゴーさん、11月にメンバーシップの方をご招待で、イベントやったんですよ。謝恩会みたいなの、すでに。なので、まあ、それはやるとしてもまた来年の、あ、今年か、今年の秋ぐらいかなとは思ってるんですけど、はい。リフィーさん、会いました。ありがとうございます。1メートルぐらい横でずっとお話しさせていただきました。木下敦夫さん、トランプや将棋でもいいんですよ。トランプか将棋か。将棋は、下手なんだよな。花札とか書けなきゃいいっすよね、別にね。何やってもね。マッタラシさん。ハイエンドのタブレットって iPad ぐらいしかない感じです。Galaxy Tab 8 Plus を買いましたが、あ、一番ハイスペックですよね。今、Android タブレットの中でね。メーカーさんに発売前の製品をお持ちいただき、生採点はいかがでしょうか。それがね、さっきもお話ししたんですけど、レビューはちゃんとした形でやって、ミスがないようにやった方がいいと思うんですよね。だから、なんかね、メーカーさんになんか持ってきてもらうっていうのはお願いすればね、協力してくださるところもあるかもしれないんですけど、っていう感じですよね。ひふみーさん、クレジットカードがないのでメンバーになれないので、ありがとうございます。全然ね、メンバーになっていただかなくても、いつも見ていただければ、とても感謝しております。ありがとうございます。渡辺さん、花札って若いし、いや、僕が得意なゲームの配信っていう話だったんで、はい。だから、見たこともない花札の遊び方とか知るのが面白いかなと思ったわけですよ。はい。ちょっとね。はい。まあでもやっぱりありきたりかもしれませんけど、ゲストを呼んでイベントをやって、それを中継して皆さんからの質問を受け付ける的なものの方がいいかな。いいかな。高弘さん、20万人記念目当てでメンバー増えないっすよ。あ、メンバーってメンバーシップですか。メンバーシップの方は、まあ、増えていただければもちろん大歓迎でございます。今もね、メンバーシップの方には毎月プレゼントをしてるんですよ。メンバーシップに入っていただくと、戸田悟ファンクラブっていうのがあるんですけど、そこに無料でご招待なんですね。で、メンバーシップではプレゼントしてないんですが、戸田悟ファンクラブでは毎月プレゼントをしてるんですね。木下敦夫さん、ゲーム実況本気にしないで、あ、わかりました。はい。で、なので、メンバーシップに入っていただいた方は、まあまあの確率で、
結構ね、いいものが毎月当たっているかなと。今日来ていただいている方の中にも当たってらっしゃる方何人もいらっしゃるかなと思います。ケイチさんかな？こんばんは、こんばんは。紹介した商品を、商品前に購入した視聴者20人に実際に使って良かったところ、悪かったところを、20人の方集まっていただければね、いいんですけどね。あと時間も必要ですよね。モジュランドさん、プレゼント当たりました。あ、良かったです。岡田さん、そろそろ失礼します。ありがとうございました、今日は。ありがとうございます。あ、竹井さんも当たりました。4ヶ月目。ありがとうございます。あ、しゆさん、こんばんは。いつもありがとうございます。森谷さん、20万人記念講演としてゲストが基調講演。戸田さん、この人の話を聞けという趣旨。なるべくね、ちょっと緩い感じにし、楽しい感じがいいかなと思ってるんですよね。うん、生活動画チャンネルさん、僕ね、自作パソコン派じゃないんですよ。残念ながら。ほぼね、やってないと思うんですけど、チャンネルでも。かっちゃんチャンネルさん、デスクツアー。デスクツアーね、去年、一昨年かな。この前のお正月にやりました。で、そんなに変わってないんで、今年やらなかったんですけど、来年はやるかなと思ってます。なんじゃもんじゃって、もんじゃ焼きですかね、米さん。違うのかな？違うかな？やっぱりね、じゃあちょっと分かんないですけど、ゲストを呼んで、お呼びして、感謝祭みたいなのをやって、そこに皆さんに参加していただき、で、ゲストへの質問を受けるみたいな形を、したいなと思います。楽しいゲストの方がいいかな。うん。基調講演？基調講演とか僕仕事で結構やってるんで、なんかね、YouTube でやりたくないんですよね。すごく多いんですよ。講演もすごく多くご依頼をいただくので、しょっちゅうやるんですけど、なんか YouTube でもうちょっとフランクにやりたいなと。山根さん、改めましてこんばんは、こんばんは。ありがとうございます。おやすみなさい。僕が予測不能な野崎さん、ゲストを混ぜてほしい。ヒデさんの黄金の園さん、ありがとうございます。おやすみなさい。CU さん、初体験、いや、僕別に初体験的なことじゃなくていいですね。高弘さん、遠慮ないトークするゲストが、はい。この間イベントに来てくださった松島さんとかね、全然遠慮ないですよね。森谷さん、PC メーカーの人と中古 PC について対談、PC って新品の必要性ありますか？そのね、結局僕が結論分かってるのって対談ならないような気がするんですよね。フランシスさん、階段大会は、まあ、できるんですけど、この間も階段のイベント行ってきたんで、楽しいんですけど、ちょっとチャンネルと違っちゃうかなと思って。ひふみんさん、テレビのフジテレビのノリでドッキリテレビ。ドッキリか。なんかそういう、なんかYouTuber っぽいことを年寄りだし、僕苦手かな。階段もちょっと混ぜます？どうしよう。コメさん、なんじゃもんじゃボードゲームなんですね。知りませんでした。木下敦夫さん、アスキーとコラボか。コラボするんだったら、アスキーさんもね、仲良くしていただいてる方たくさんいらっしゃるんで、まあ、できると思うんですけど、どうかな、どうしようかなって感じですよね。20年後の業界、ガジェット業界予測。20年後は難しいな。でも20年後だと多分僕死んでるんで責任取らなくていいっていうね。感じですかね。はい。いや、皆さんご意見ありがとうございます。ゆるい感じでイベント、まず20万人達成したら、なるべく近い日にちで、ライブしますね。このね、ライブ。それは20年万人記念ライブで、イベントはまた別の日にしますね。で、プレゼントは、だからその、イベントを見ていただいた方にプレゼントを、するという形にしたいと思います。はい。で、
で、そのイベントの方は、ゲストの方を呼んで、なんかパーティーみたいな形でやりつつ、そこでまあ、プレゼントも用意しようかなという感じですね。で、メンバーシップの方へのプレゼントはもうそれとは関係なく、20万人達成したら実施させていただくという形にしようかな。まあ、メンバーシップの方は毎月プレゼントしているので、毎月のプレゼントが20万人達成の次のプレゼントの内容が良くなる感じにしたいかなと思います。はい。そうしましょう。じゃあ今からちょっとゲストの方をですね、お呼びしようかなと。翼ちゃんって誰だろう？翼ちゃんとのコラボみたいな。翼ちゃんって誰だろう？翼ちゃんってわかんないですね。何翼ちゃんだろう？ゲストはね、養老さんがいいですか？養老さんちょっと、僕にはもうちょっとに、ねえ、すごすぎてちょっと、はい。ゲストは吉成さんって、吉成さんはメンバーなんで当然ね、いると思います。はい。ガジェット系ライターのセカンドキャリアについて、ガジェット系ライターはガジェット系ライター今やってると思います。はい。ズケズケ聞かなくてももう知っちゃってるんでね。今更なんか僕が聞くのもなんか しらじらしいですよね。アスキーの翼さん？あ、すみません。アスキーの翼さんって僕知らないな。うん、皆さんの質問を、ゲストの方にできるようなね、感じで やりたい。まあ、質問コーナーみたいなの設けてね、やっていきたいかなと思っております。ちょっとね、その辺考えたいなと思います。メーカーの方も何か来てくれるかな？ちょっと誘ってみますね。なんか YouTuber の方ね、渡辺さんとか YouTuber の方も、たくさんいらっしゃるんですけど、なんか YouTuber の方とコラボするのは、20万人記念じゃなくてもいいような気がするんですよね。で、あんまり僕コラボあんまりしてないので、YouTuber の方とはね、YouTuber の方とコラボってほとんどしてないですよね。もともとの知り合いとのコラボっていうのが、コラボっていうかね、呼んでって方が多いですよね。スタパさんはね、業界長いんですけど、あんまり接点ないんだよな。うん。ライターの有名な人は結構知り合いいるので、まあ呼んでね、お呼びすることはできるっていうか、来ていただけるかなと思うんですけど、ちょっとね、なんか、もうちょっとなんかこう、違う感じにしたいかなと思ってるんですよね。花ちゃん生出演ですか？さつきえみさん。花ちゃん呼びましょうかね。来てくれるかな。ね、花ちゃんめちゃくちゃ可愛いですよ。実物。花ちゃん呼びましょうね。それいいかもしれないですね。花ちゃんもね。花金ね、もうすぐまた新しい動画出ます。はい。花ちゃんほんと可愛いんですよ。ほんと可愛いんです。花金。またね、出るので、はい。そう、異業種の人がいいですね。はい。あと、そうですね、今、9時16分なんで、あと15分ぐらいで終わりにしようかなと思うんですけど、もう20周年の話は終わりにして、何か質問とかありますか？今日アップした動画とかでも。はい。いつの動画でも、どの内容でも構わないんですけど、何かご質問。いただければ答えさせてもちろんいただきますが、なんかですね、言い訳の多い社員にはどう対応したらいいでしょうか。セカンドチャンネルにそれ系のがあると思いますので見ていただければと思います。好きな漫画は最近ではアニメでチェンソーマンを見ました。結構面白かったです。西フィッシーさん、戸田さんはモニターアームをどういうふうにクランプされていますか？机にこういう、この、なんつうんですか？こうぐるぐる回す。普通のあれで。今、僕が見てるモニターもそうなんですけど、ぐるぐる回すやつで、はい、やってます。はい。武井誠さん、ATIM ミニプロとセットでミキサーは使ってないです、今のところ。ジャックさん、今年出そうな新製品？それ山盛りあるじゃないですか。レノボのね、むちゃくちゃすごいのが CES で発表されたんで、それはね、動画作ります。ちょっと待ってください。1週間ぐらいかな。はい。ケイイチさん、IT 業界とのつながりは、IT 以外の業界とのつながりありますか？
結構あると思います。ビジネス書作家なんで、はい、基本は。HX99G 買いますか、めぐむさん。これメーカーさんが提供していただけるということなので、はい、すいません、買わないで提供していただきます。はい。ピモーションさん、グロメットですね。あ、どの話だろう。クーさん、メカニカルキーボードは何軸？僕はね、茶が好きですね。やっぱりね、静かじゃないと、結構ね、やっぱ何か疲れるような気がするんですよね。高弘さん、ベンツのレビューは1本あげました。残りもね、そのうちあげます。で、おすすめの三脚は、三脚の案件ですけれども、動画を近日中にアップし、あ、案件じゃないか。はい、動画をアップします。はい。堀井さん、提供された商品は返却されるのですか？借りたものはもちろん返却します。提供していただくのは、プレゼントしていただいたものは返却しません。皆さんにプレゼントをしたり、自分で使ったりしています。はい。ぶっちゃけ M243、ぶっちゃけ M2 MacBook Air どうですか？ぶっちゃけどうですか？いいと思います。コスパも高いですしね。うん。ゆずさん、ミニ PC を2台購入しました。サーバー機と使ってます。低電力でいいんですよね。いいですよね。その5年6年使ってどうかっていうのはさすがにね、まだちょっとわかりませんが、いいと思います。ジャックさん、モバイルの7000番台や3ナノメートルの Apple 製品等の質問ですか？モバイルの7000番台は、ようやくちょっとレビューできそうかなっていう感じぐらいですかね。ウルフさん、初コメです。アンカーのモバイルバッテリーが多いのですが、おすすめありますか？モバイルバッテリーは、アンカー以外も僕のチャンネルでは紹介してますけど、用途なんですけど、iPhone に使うんだったらやっぱりマグセフ対応がいいですよね。はい。あとは最近僕はディスプレイがついてるやつが好きですね。シエさん、毎日シエさんの楽しみって何ですか？コーヒー飲むことですかね。はい。一ノ瀬さん。カメラはニコンとソニー使ってます。動画はソニー、写真はニコンみたいな。写真の仕事も結構あるんで。はい。森谷さん。人事担当者と対談？あ、なんか、それ、本業のビジネスの方でやる感じですね。ともさん、中古ノートパソコンってやめた方がいいですか？なんとも言いません。中古って当たり外れがあるから、僕はね、中古についてあんまりコメントしないっていうか、できないことが多いんですよね。僕自身も中古で買ったのありますけど、はい。高雪さん、VR ゴーグルは僕は来ない派なんですよ。VR ってないっていうふうにずっと言っていて、VR ゾーンも見なくなっちゃいましたよね。ないと思うんですよ。IMA64 さん、レビュー拝見してレッドネット SLA を購入しました。ありがとう。こちらこそありがとうございます。買っていただいたことはありがとうじゃないですよ。僕はメーカーじゃないんで。見ていただいたことありがとうございます。素敵です。コーヒーありがとうございます。めぐむさん、モニターってワイドとデュアルどちらがいいですか？僕は4つ並べてます。ワイドでもいいと思います。ワイドだったら僕2個にするかな。ワイド、そんな感じですかね。どっちでもいいと思うんですけど、僕は画面に分けたいんで、どっちかっていうとデュアル派かな。ワイドも使ってます。後ろ、ワイドありますよね。後ろね。リフィーさん、そういえば透明かつディスプレイ付きモバイルバッテリー買いました。またあれのね、でかいやつレビューします。あれ、いいっすよね。スケルトンのね、いいっすよね。しそチャンネルさん、今一番好きな仕事は何ですか？一番好きな仕事？全部好きな仕事。基本的には ほぼ好きな仕事ですね。シェシタさん、コーヒーは、ケイジャンが最近いいかなと思ってますね。美味しいですよね。ウロさん、ありがとうございます。こちらこそ。タカヒロさん、炭酸水に、いや、炭酸水凝ってないですよ。たまたまコストコでワンボトル買ってきて、ちょっと美味しいなと思って飲んでるだけなんですよ。はい。凝ってるわけじゃない。好きですけどね。はい。ピモーションさん、湾曲モニターってゲームの業界では主流なんで、ちょっと流行ってくるとは思いますけど、どうですかね、値段が高いんでね、下がってくればって感じでしょうか。堀さん、メタバースは、今のところ、でもやってみると思います、仕事柄。コメさん、中古パソコンはオークションとメルカリはやめた方がいいと思う。当たり外れがあるんで、当たればいいので、そういう考えだったら僕は全然いいと思うんですよね。でも、安心して買いたいんだったら、やっぱり保証がある方とかいいですよね。CU さん、コストコ行きます。近くにあるんで。コストコも行くし、IKEA も行きます。面白いですよ。はい。木下敦夫さん、休みの日ね、僕ないんですよ。ないんです。休まないんですよ。ずっと仕事してます。でね、
休むんですよ。休むのは旅行行きたいから休むとか、映画 見たいから休むとか、友達と会いたいから休むとか、動機があるときだけしか休まない。なぜならば、仕事が好きで仕事をしてるのが一番ストレスにならないからなんですよね。だから休んでのんびりしたいなって感覚ゼロなんですよ。旅行行きたいから休むか、みたいなのがあるんですけどね。はい。トマトと化したオフロスキーさん、戸田悟ビズの BGM が好きで聞きながら作業したいと思う。曲名ね、あれなんかフリーの曲なんですよね。うちの藤原くん担当なんで、はい、すいません、ちょっと僕今曲名分からなくて。堀さん、メタバースでのイベントも参加できる方が少なそうでね、今のところね。高雪さん、若くて元気でいらっしゃいますが、健康のために心がけていることは、お酒を飲まない、タバコを吸わない、早寝早起き、そんな感じですか。CU さん、仕事人間。いや、趣味が仕事なんですよ。好きだったことを仕事になってるんで、僕の知り合いで釣りのプロがいるんですね。釣りのインストラクター。その人、釣りが好きでインストラクターになって、釣りの仕事してるんですけど、休みの日全部釣り行ってんですよ。好きだから。っていう感じですよ、僕も。だから、仕事が趣味で仕事人間なんじゃなくて、趣味だったものが仕事になる。本書きたかったし、書くのが大好きなんで、あと YouTube でね、喋るのも好きなんで、あとガジェットとかも好きなんで、好きなことが仕事になってるんですよね。コストさん、本はね、ノートに関する本、ノートって手で書くとか、ワンノートとかでもいいんですけど、プロとか達人はどんなノートを作ってんのを見せてっていうような本を書いてます。秋ぐらいになっちゃいますかね。取材がね、全部取材なんで、はい。森谷さん、ゲーミング PC に考える、据え置きゲーム機を考える、今後10年ぐらいを見据えて。考えたいですけどね、ゲームがあんまりね、僕得意じゃないんだよな。STEM スタマッツさんかな。ノートパソコン1日10時間使うと、6、7年はいけると思いますが、バッテリーは交換の必要がありますかね。はい。CEO さん、かっこいい。かっこよくないですよ。すいません。コメさん、中古パソコンは買ったことないけど、PC ラップっていうのかなは3年保証あり。はい。保証がある方がいいですよね。はい。製作所さん、ワンノートはチームで作業するときも結構便利ですね。共有ができますからね。もうマイクロソフト系って全部共有できるじゃないですか。ね、それ便利ですよね。古田さん、小説は昔小説の本の賞に応募して結構いいところまで行ったことがあって、作家になる、なりたいときに、でもビジネス書の方に行っちゃったんですけどね。っていう感じですかね。はい。そんな感じです。木下敦夫さん、ストレス発散方法は、だから、僕は本当に綺麗事とかじゃなくて、仕事するとストレスが発散できるんですよね。文章を書いたりとか。でもずっと書いてるとやっぱり疲れますよ。で疲れたら、今度はガジェットのなんかチェックをしたり、次の本のネタ考えたりみたいな。はい、感じです。ひふみさん、床屋はね、美容院に行ってます。1回1万2000円ぐらいだったかな。月に、3ヶ月に、20日に1回ぐらい行きますかね。CU さん、女性のタイプは分かんないですね。好きになった人っていうのがありきたりですね。サムネの写真は、どの写真でしょう？どのサムネでしょう？普段やってるサムネの写真は、ニコンの一眼レフで、ちょっとスタジオっぽいのがあるので、そこで撮ってます。仕事からね、スタジオっぽいのがあるので。ジャックさん、パソコン自体の寿命もありますけど、陳腐化で使いにくくなることもあり、Windows 11にしたら、そう、8ギガメモリダメですよね。もう今32が欲しいですよね。うん。西フィッシーさん、社名をアバンゲルドに。これね、僕が会社を作った30年ぐらい前ですけど、変な名前の会社が流行っていて、サンプラザ中野さんが株式会社ウエっていうのを作って、領収書にね、ウエって書いてくださいって言って、上はダメです。いや、会社名上です。みたいな話をしてたことがあったり、あとなんかね、企画の会社でワニワニ紹介っていうのがあったりして、僕も変な名前にしようかなと思って、なんかすごい変な名前をつけたんですね。株式会社、なんてつけたのかな？なんか魚雷とか。そんな変な名前、あとね、有限会社大企業っていうのもね、考えて、それ登記しようとしたんですね。そうしたら、銀行の人が、担当の銀行の人が、株式会社、有限会社大企業にしたら、絶対融資できませんとか言われて、もうじゃあ諦めるかって言って、考えた中で一番変な中で普通だったのがアバンギャルドだったんですよ。だからもうアバンギャルドにしたっていう感じですね。はい。
ガジェット系は多いみたいですが、PC パーツはやら、あの、自作はあんまりやんないです。はい。はい。ジオさん、美容院は週 3週間に1回。あ、僕もそんな感じですよ。20日に1回で、髪の毛染めてるんで、白髪染めしてるんで。コストさん、そうなんです。消去法なんですよ。思いっきり消去法なんですよ。それで、有限会社大企業ってよくないですか？銀行行って大企業様って呼ばれたらどうしようかなとかハラハラしてたんですけど、やめろって言われてやめました。まあね、昔は銀行員さんともそういう付き合いのある時代でしたけど、今やね、銀行員さんとの付き合いなんかないですもんね。そんな時代になっちゃいましたよね。うん。まあ、大きい会社はね、あるんでしょうけれどもね。そう。有限会社もね、今作れないです。作れんのかな？昔はね、ありましたよね。殿様っていうのもいいですよね。株式会社殿みたいな。だから、有限会社、零細企業だったらよかったんじゃないですか。有限会社作れないですよね。だから、あえて有限のままにしてる会社もいますよね。なんか変な名前の会社って、なんかいいなと思っていました。昔ね。かっちゃんねらさん、リュック背負って出張してますよ。出かけますよ。はい。はい。そろそろ皆様、お時間となってまいりましたので、はい。はい。そろそろね、今日も終わりにしたいと思います。はい。今日もね、250人以上の方に来ていただきましてありがとうございます。はい。20万人のね、子供何やるか、まあ最終的にはまだ決まっても、なんとなく方向性見えたと思ってますので、皆様ありがとうございます。感謝いたします。はい。今日もね、ありがとうございました。じゃこれでね、終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。皆さんありがとうございました。またよろしくお願いします。